最近見た映画についてですね採点のルールを決めてみまして80点以上はいや岡田斗司夫のおすすめですよとほかまあピンとこない人がいるかわかりませんけど岡田斗司夫としてはおすすめできるっていうのが80点以上でで90点以上はあの感動できるからぜひ見てくださいという強いおすすめは90点以上っていうふうに考えてちょっと採点してみました「スパイダーマンノーベイホーム」ですねもう95点ですよ。 いやもう本当に絶対みんな見てくださいですよ。久しぶりにマーベルのマーベルシネマティックユニバースで手放しに面白いと思える映画でしたね。本当にあのとなな2022年にこれから見るであろう映画を含めてもベスト10に入るのはま間違いないだろうなと思います。久しぶりに俺、俺映画館で泣きかけましたからね。 あすごい <laughs> すげえなこれってこ,こ,こんなことができるんだってこれがありだったらこれまでのアクヒーロー映画ですねシリーズものの作り方は全部変わるなというふうに思ったんですねだからあの,あの映画の作り方がもういわゆるあ,ああいうラインっていうか名前つけちゃえば名前つけちゃえばです、ね、マルチバースラインって言えばいいのかなというマルチバース手法というような言い方をすれば あのやり方をやればなんかいろんな映画シリーズは生まれ変わるなというふうに思うんですけどねああのもうネタ割りしても大丈夫な時期なので言いますけどもアンドリュー・ガーフィールドつまり「アメージング・スパイダーマン」の俳優さんが出た時にはもう映画館でで拍手を起きたんです、ね。もう、初日に見に行ってよかったとことですけど映画館うわーって拍手ですからでトム・ホランドは相変わらず可愛いしつまりあの最新のスパイダーマンですねでトビー・マクガイア最初のスパイダーマンはですね ちょっと老けててちょっと小太りになっててこれもいい味出してたんですよね。でやっぱり思ったのがね「新エヴァンゲリオン」もこれにすればよかったと僕は「新エヴァンゲリオン」の公開の1年以上前に予想してた内容が の、このマルチバースものだったんですけども、つまりテレビ版と旧劇場版とあの、新エヴァンゲリオンの新ジがですね、揃い踏みでですね、あの、三者で話し合うような話にすればよかったなと、未だに僕は思ってるんですよ。そしたら、クライマックスは初号機 3, 3機ですね。つまりテレビ版、旧劇場版、新劇場版の初号機3機と、えっ、ー、と、0号機3機、3人のアスカ、 で3人の,あのレイというです、ね、初号機2号機それぞれ3機ずつでと人の神智ということで合計9人のです、ね、エヴァンゲリオンがですね揃い踏みで戦うというです、ね、大変豪華なです、ね、あのもうこれでお,おしまいにふさわしいのが取れるんではないかと思ってたんですけど。まああの 今のです、ね、新版に、実は僕は全然不満がないんですけどもマルチバージョンにしても良かったんじゃないのかなと思います。ハウス・オブ・グッチーあのリドリー・スコットの中でも「黒いリドリー・スコット」ですねあの誰も幸せにならない映画を作るのが大好きな「黒いリドリー・スコット」でも面白いとレディー・ガガがですねかっこよかった映画ですけどこれ85点つまりあの僕はあのおすすめできます。 リドリー・スコットの映画って白リドリーと黒リドリーに分かれると思ってるんですけど白リドリーっていうのは普通にエンタメとして面白い映画を作ろうとしてるやつですねで黒リドリーっていうのは、まあ、大体がハッピーエンドにならなくてこの映画何が言いたいんだって思うんですけども目が離せないなんかえぐい現実を見せられる映画ですねだから「悪の法則」とかですねあとまあ最後の決闘裁判とかそういうのが黒リドリー・スコット映画になるんですけども。 あのでも白リドリスコットっていうのはブレードランナーもそうなんですけどブレードランナーです。でも一応,一応白リドリですねちゃんとあの主人公が最後いい目に遭うというような話になってるんですけどもだから黒リドリなんですよ今回の「ハウス・オブ・グッチ」って1970年代から90年代にまであったグッチっていうファッションブランドの,、まあ、その創立一家ですね創業一家のです、ね、スキャンダルを取り上げてるんですけども見てるとやたら面白いんですよ。 別に何でもないホームドラマっていうかですね昼ドラみたいなやつがドロドロした昼ドラみたいなやつが延々続くんですけどもひたすら音楽と絵がかっこよくて見てられてでレディー・ガガがこんなに映画がうまいんだというふうに思うんですけどもレディー・ガガが本当にかっこよくてですね映画はずーっとすごいんですよ面白いというよりはすごい映画でしたね。 『ゴーストバスターズ・アフターライフ』ですねこれ85点。まあまあ割といいですあの面白いんですけどもちょっと僕の中で不完全燃焼ですよっていうのはかつてのメンバーに頼りすぎっていうかですねあのビバリーヒルズ・コップ2っていう映画があってです、ね、僕はあんま好きじゃないんですビバリーヒルズ・コップ1って面白いんですけどそのビバリーヒルズ・コップの中に出てきた俳優さんたちが一と同じような世界観というかキャラで もうやるので、はい皆さんお馴染みの感が出てくるんです。よ。 で僕は、最近のルパン三世に関して最近のというかもう延々ルパン三世に関して評価が低いのはいつまで峰内子やってんだいつまでなんか暫鉄剣やってんだといつまで次元大輔出してんだとルパン三世本当に面白く作りたいと思うんだったらルパン以外全部取っ替えろよともうフィアット500も出すなと次元も石川五円門も藤子も出すなとそれで作るルパン三世こそが本当に面白いもんだろうともう本当未登校分じゃねえかよというふうにずっと思ってた んですけども。うん アフ『ゴーストバスターズアフターライフ』もやっぱそれがちょっとあるんですねかつのメンバーに頼りすぎっていうですねでラストにですねあの旧メンバーの死んだおじいちゃん出てくるんですけども死んだおじいちゃん出てきてよかったん、ね、でって話なんだけど変なんですよゴーストバスターズですよ幽霊を退治する映画でおじいちゃんが出てきてよかったで、ね、はそれはねえだろおじいちゃんも退治しろよとそんなおじいちゃんはよかったね他のゴーストは退治だっていうこと,ことになったらゴーストにいい悪いが出てきて悪いゴーストを退治しましょうという 全然違う何 <laughs> だこれはと <laughs> まああのいかにも続編がありそうな雰囲気になってますね、えー、で85点にしたのはですねまあ半分ダメ映画なんですよ。絵はすっげえかっこいいんですけども内容的には僕はちょっとダメ映画かなと思ってるんですけど好きは好きなんですよだから85点です、えー。クライマッチョ。 クリント・イーストウッドが、まあ、まあ最近撮ってるもういつもの,あの本当の男らしいとは何だろうかって「おじいさんお前それ20年ぐらいずっと同じことやってるなっていう映画の、まあ、最新作ですね「クライマッチョ」。で原作は1975年に出版された映画。 なんですけどもその頃からですねクリントイーストとこれ撮りたい撮りたいって言ったんですけど映画会社がそんな地味な話はダメだというふうにずっと言ってたんですね。でそれでも撮りたくてどうしようもなかったんですけどもついにクリントイーストとです、ね、映画会社の OK が出る方を見つけてそれは何かっていうと自分が出演するだったんですよ。でクリーン い映画って、て自分が出演してななのもまあかなりあるんで、すよで。そういう映画って割と地味で予算がつきにくかったりするんですけどもさすがね往年の大スター自分が出演すると大体予算 OK 出るんですよね。で、まあ、あの映画化希望したんでですね自分が主演することを条件に企画を通したそうです。まああのただ もう本当同じことの繰り返しになっていて最初のうち面白かったんですけども黒澤明のなんか「マーダーだよ」と同じようなちょっと変な映画になっちゃった。それでも80点だから十分僕は面白かったです。80点「フレンチ・ディスパッチザ・リバティ・カンザス・イブニング3・3別冊。 これあのおしゃれ映画としてすごい今有名なやつですねおしゃれ映画好きにですね僕は過剰に持ち上げられてるというふうに思っているんですけどもあのウェス・アンダーソン監督のですね「あのまあ、ニューヨーカー」というですね1950年代から70年代までかなまでですね ニューヨークの雑誌「ニューヨーカー」という雑誌のです、ね、愛があふれた映画なんですけどもです、ねまあ、ウェス・アンダーソン監督で面白いのってはっきり言って絶対面白いのってグランドブダペストホテルだけなんですよね。でその他の他映画は全部、 まあ、おしらおしゃれでいいよねう、ちょっとエクスキューズがつくような話ばっかりでなんかライフアクアティックだって絶対僕が好きな感じの映画なのにやっぱりなんか途中でつまんなくなって見れないっていう感じになっちゃったんですけどあんま多分合わないんでしょうね。であの今回のですねフレンチ・ディスパッチも見る前めちゃくちゃ期待してたんですよ。で実際に見てみたら絵は映像は素晴らしいんですけども中身が不足気味でですね。なんかあの 宮崎駿のいないジムリみたいというか <laughs> 何を言っても悪口になってしまいまして <laughs> そこまで言わなくてもなぁとどまあまあ思いましたすいませんまあまあ今のところ僕があの今年一番の映画じゃないかなって思ってるのがですね意外なタイトルだと思うんですけどこうだ愛の歌!」です、ね、俺自分が人生でね「愛の歌」なんていうサブタイトルがついてる映画を 推薦することになると思わなかった。んです。それも愛の歌、ひらがななんですよ。コーダ、愛の歌、コーダ、タイトルのコーダ、C.O.D.A. っていうのは、Children of Drift Adult っていうですね、耳の聞こえない両親に育てられた子供っていう意味だそうです。アメリカのね、田舎町の漁港で暮らす女子高生の話なんですけども、もうその女子高生が家族と一緒にですね、ボー漁船に乗って漁をしているシーンからですね。 絵に圧倒されるんですよあまりにもすごいリアリティとあまりにも絵の面白さにですね圧倒されるんですよ。で徐々に徐々にその女子高生の環境が明らかになってですねあの彼女以外家族全員耳が聞こえなくて口が聞けないんですよね。でその彼女がですねその自分が行っている高校で歌を歌いたいという夢を持つんですねコーラス部に入って。しかしその彼女の家族というのはさっき言った全員歌 というのを人生で聞いたことがない全員先天的に先天的に耳聞こえない。口聞けない。だから、歌というものの存在が理解できないんですよね。だから、その彼女は家族のその同意というか賛成もしてもらわないし。 まあ表だった反対もまあ実はないぐらいなんですけどもでもその家業の漁師ですね漁をやってるのがですねだんだん経済的に追い詰められてですねでお父さんもお母さんもお兄ちゃんも漁出てる全員口聞けない耳聞こえないだからその漁師たちの組合活動っていうのもなんかうまく参加できないとどちらかというと損な立場に追いやられたりしててです、ね、経済的に追い詰められてると。 でその女子高生の主人公はです、ね、自分の歌いたい気持ちとか家族への愛情とか家族への憎しみとかです、ね、あと恋愛感情ですね。そういうのに割と引き裂かれそうになるんですけどもそういうのを見ながらです、ね、クライマックスの怒涛の2分間もう理由のわかんない感動すごいですよ映画館中みんな泣いてるんですよもう僕も本当にこれはやばいわと思ったぐらい本当に怒涛の2分間です。で タイトルはまあ、さっき言ったように嫌な感じなんですけども、とりあえず今すぐですねあのこの1週間以内でですねチケット取れる人はさっさと取ってあの見に行ってください本当にねなかなかねすごい映画ってね見れないですよ絵の凄さがあるしストーリーの凄さがあるしキャラクターへの共感があるし最後何種も見せられたんだすげえ感動だよっていうのもあるっていうそういう映画ですでありながら。 平凡な普通な感動でもない。それをセリフで言ったりも誰もしないんです。なかなかすごかった。えー、ウエストサイドストーリー、スピルバーグのですね映画ですね。75点、残念です、えー。スピルバーグっていうのは映画の天才なんですけども、決定的にね才能のない分野があって、あの人才能に欠けてる部分があるんですよ。で、一つ目はコメディ映画取れないんですよね。あの。 コミカルな演出でできるんですよ。例えばあのインディアナ・ジョーンズシリーズだったら中に出てくるです、ね、コミカルなシーンっていくらでもあってそれが面白いというのはいくらでもあるんですよ。基本的にスピルバーグの映画ってクスッと笑えるシーンがいっぱいあって楽しいんですけどもコメディを主軸にしした映画を撮ると、失敗しちゃうんですよね。でだから、まあ、1941とかそうなんですけど最初から笑わせる目的の映画っていうのはダメで、まあ、それっきり1941以外はスピルバーグはコメディ映画を撮らなくなったんですけども。 今回分かってたのスピルバーグはミュージカルもダメなんですよ。残念なことにミュージカルがダメなのでスピルバーグの全才能を集めてすごいなんだろういい映画を作って「ウエスト・サイドストーリー」って配役も良ければ何だろうなセットもよくてカメラもよくて撮り方もよくて全ていいんですけども何一つ悪い部分がないんですけども映画見てる間ずっと でいつ面白くなるんだろうっていうふうに見ててですねそれが最後終わってエンディングクレジットが出てきてあれいつ面白くなったか分かんないまま終わっちゃったとだからあの素材とか味付けとかは最高なのに沸騰してない鍋みたいな沸騰してないどころか60度か65度の温度で作った鍋料理みたいに全材料味が染みてないというか なんかんか硬いで「すよね。6 0度で2時間ぐらいやったから大丈夫だろう」と思ったらやっぱあんま美味しくありませんでした一 <laughs> 回ぐらい沸騰させてくれたつまり面白いっていうのが何回かあれば絶対これ面白い映画になったのに面白いっていうのが一回もなくて「面白そう面白そう」で最後までいっちゃったんですね、えー。ドリームプラン。ウィル・スミスが主演している実話です。あの 素娘まあまあ,あの子供いっぱいいるんですけどその中の娘がですねあの才能を信じてテニス教育をするというだけの映画なんですけどもこれ,はこれもあのアカデミー賞候補になってて、まあ、僕があんまり好きなジャンルの映画じゃないとりあえずなんかこう感動もの家族ものでスポーツものっていうですね割と苦手な流れだったんですけども圧倒的に面白い。 ですね、ドリームプラン90点ですあっとりで面白いと何よりこれが実話っていうのがすごいんですよでラストのクレジットでその映画の中に出てきると同じシーンが家族の記録ビデオとして次々出てくるんですけどそれでひっくり返りますよこれはすごいなこれ本当の話なのかとただもうね放砲がドリームプランっていうんですけどもあの実際はですねキング・リチャードっていう 現代がキング・リチャードつまりイギリスの王様のリチャード王って同じなんですけどもあのそのリチャードっていう主人公ですねウィル・スミスがやっているその親父テニスの全く素人なんですけど娘を天才プレイヤーに育て上げたんですよ。 でも、本当に自分のことしか考えない自分が考えた計画通り考えたらうまくいくんだっていう本当に自己中なな野郎なんですね。その自己中でいまだに生きてるんですけどいまだになんかですねあのテレビとか出るたびに娘に関してはこうだ教育はこうだとかテニスはこうだっていう自分勝手な理論を言いまくってみんななんかドン引きしてるんでもうあいつはもうあの,あのリチャードって野郎はキングだよキングリチャードだよっていうふうに割とこの何かからかうあだ名みたいになってるんですけど。 なんかねそっちの方がちょっとタイトルとしてはちょっとかっこよかったなと思うんですけども。